はーい、おはようございます。筋トレ終了してシャワー浴びてきました。今日はゆるい動画です。ね、まずはスーパーで買ってきた鶏の胸肉、そしてエビピラフ、それ今からちょっとただ単に爆食いするだけです。あー、よし、カメラの位置があんま定まらなくてね、入れていきます。我慢くしたら怒られるから、よいしょ、やべやべやべ、こぼれるこぼれる、もったいない、いややっぱね、ゆるい動画も出さなかったらちょっとね、気が張っちゃうんだよ。だからちょっとゆるい動画も出していきますね。いい？いいですか？こんな動画も。ありがとうございます、ちょ。もう完全にちょっとね、疲れた。やっぱね、生放送とかやってるとね、楽しいんだけどね、ちょっとね、調子乗って放送事故起こさんかちょっと心配になってしまうんだよ。よいしょ。ちょっと洗い物してくるから少々お待ちを。やべえな、こんな髪の毛で出てもいい？こんやっぱな、単発って男ってな、髪の毛セットせんかったら超ダサいんよ。まあいいか。はいはい、よよよよよ、まだ見てるか、みんな、まだ見てるのか、まだ見てるのか、わかった。次はちょっと鶏の胸肉焼いていきます。いや違う、焼いていきましょう。はぁ、YouTube って結構な、楽しいよね、意外と。てか、あともう少ししたら多分収益化の、お金が入り出すけん、まだなんか結構時間がかかるっぽくて、それで初めてニート脱却できるかなと思うので、ちょっとね、ゆるくやっていくので許してください。もちろん鶏の皮は剥ぎます。こんなもんはな、悪やから。鶏の皮ってな、すぐ臭くなるけんな、早く捨てんかったら怒られるけんな、ピアノちゃんに。そう、俺んちまだガスコンロを使えんけんさどんな生活しようって感じやけど、ガスコンロ使えん設定になってるけん、ピアノちゃんの家にたくさん料理しに来てます。いやー、洗い物がめんどくさいからね、まな板も使いたくない、もうタッパの上で切る。よしよしよし、切れた切れた。いい？こんな動画でも。みんなこんな動画需要ある？まあでもな、分からんもんな。俺は自分のこの動画は編集しようって、多分こんなん何が漏れるやとか思いながら編集しようけど、ちょっとみんな緩くても許してね。鶏の胸肉焼いていきます。まあ続きはご飯ができてからお会いしましょう。ちょっと完全寝巻きで緩い格好だけど許してね。ラーカンパネラさ、まあいいわ、それ後で話そう。グッバイ。あー、もう手が最悪な感情、嫌やわ。待ちまーす。オッケーオッケー、できた。なんか光がうまい具合いかんのよ。できたのはええけど光が、どうするんがええやろ。もうええわ、もうこれでいいか。少々顔くれえけど。もうええや、めんどくせえ。 720g と鶏の胸肉 320g です。食べていきましょう。もうようわからん、イライラしてお腹空いとる。今もう3時なんよ。あー、もうこれ辛すぎ。あ、もう食べます。ただ単に今日は緩いです。誰に需要があるんでしょうか、でしょうか。いただきます。
熱いけど美味しいわ。やっぱな、冷凍ピラフって最高。だいたい水は1日2リットルぐらい飲みます。なのでもうコップにつけるのがめんどくさい。ああ、やっぱね、食事が一番めんどくせんよね。これは誰に需要があるんでしょうか。あ、今日はピアノちゃんはおらんのんで、僕がちょっと5時間ほどピアノ弾かせてもらえるんですけど、まあでももうあと3時間ぐらいになってしまった。ダラダラしてな、ご飯食べて作ったでしょうたら。でも美味しい。早く引っ越したい。ピアノがガンガン弾けるとこに引っ越さんと全然投稿ができんけんな。もうやっぱ投稿できんといけんやろ。僕のチャンネル姫方が多いんですけど、皆さん主婦の方でしょうか、でしょうか、でそうか、でしょうか、うん、やっぱその方が多いんで、なんかこんな食事はダメだと分かってるんですけど、やっぱり野菜が高い。そしてこういうのがうまい。まあね、ストリートピアノ早くいろんなとこ行きたいんだよね。でもちょっとその持ち曲を持っていく曲までがなくて、まあ練習できてないっていうのが一番の要因。ちょっと大変なんよ今。だけどもうあと1ヶ月ほどだったらガンガン投稿できてチャンネルも伸びると思うけん、この1ヶ月俺も辛抱やし、みんなもこんなクソつまらん動画見んといけんっていう辛抱、まあ一緒に上げていこうや、一緒に高めていこうぜな。あやっぱな、支え合いが大事だと思うんよ。うん、やっぱりな、大変なんよ YouTube ってさ。なんか楽しいんやけど、やっぱな、曲の完成度上げんとさ、申し訳ねえ。しかも最近音楽 YouTuber が増えてきて、ライバルが増えてきたんよ。まあ俺の場合やったらあんまりもうキャラで見に来てくれる方が多いんで、まあ被ることはないんだけど、やっぱみんな上手な方が多くて恐怖。うめぇ。俺って味覚音痴なんですよ。何に関しても基本美味しいっていう。ああ、うめぇ。東京に来て生活で、やっぱ違うことは、値段が高いことかな。愛媛の時は安かったんよ、すべてにおいて。もう生活費とか電車とかほとんど使うことがなかったけん。飲み会もあんま行くことなかったし、まあ東京に来ても飲み会は行ってないんだけど、なに、まあ、友達がおらんけん。誰が友達がおらんじゃん、お前。うるせえな。だけど飲み会自体行くことないんでいいんですけど、なんやろね。食費が高いかな。外食が増えた。相方の家までちょっと遠いけんね。10分、15分ぐらい自転車こぐけん。それをしようたら食事作るのめんどくさくなるんや。その行き地とかに食べようかなって思ってしまう。まあ早く引っ越してピアノが弾けるとこに行きたい。やっぱね、ピアノ練習せんと怖いんよ。まあ俺弱いけんね、意外とビビりやけん。まあ来週からちょっとコラボ祭りのコラボの撮影がたくさんあるけん楽しみなんやけど、それをするための曲を揃えんといけんのにか全然できてない。やべんよマジで。あーやべえ、どうしようどうしよう。ダーカンパネラも仕上げんといけんし、うん、意外と量あるね。まあ食べるけど、こんなん食うとやっぱ食費かかるわな。うんうん、
やっぱりね、俺いつも目悪くてコンタクトなんやけど、最近さらに目が悪くなってコンタクト変えんといけん可能性があるんや。学校見る回数が増えたけんかな、分からんけど目悪くなったんや、ものすごく。ゲームショールけんか分からん、編集かな、分からんけど、まあみんな目悪い人多いやろ。この動画は誰得なんやろ、得があった人はコメントしとって。やっぱ一人ってこんな感じよ、いいよ、自由で。ピアノちゃんも今おらんし、やっぱね、ピアノちゃんがおるとね、やっぱね、ピアノちゃんに気を使わせてしまって申し訳なくなるよね。めっちゃ気使ってくれるんや。引っ越しできるやろうか。やっぱね、たくさんの方が見てると思うとね、やっぱ YouTube 頑張らんとなと思うんやけどね。なんせ曲ができんのんじゃ。まあ今の千鳥のモノマネとかじゃなくて、シンプルに岡山弁が出ただけ。うん。よっしゃ、練習すっか。ああ、よっしゃ練習。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ。マッチョマッチョマッスルボーマッチョ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 。